皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。英雄伝説戦略的実況プレイのパート108やっていきたいと思います。はい、ザクセン鉄鉱山が、テロリストの襲撃を受けてしまいました。で、これからね、その鉄鉱山に入る方法をね探すために、とりあえずイリーナ会長に会おうということになっております。前回の撮影の後からですね、とりあえず、手配魔獣の討伐の報告を済ませて、あとルーレ工科大学の受付のお姉さんからね、なんだっけ、赤い月のローゼの13巻をもらっておきました。どこだっけ、これか、13巻。あとはお店でね、帝国地方の第9号これも購入しておきました。取り逃しはないね。よし、じゃあ早速受付のお姉さんに話しかけてイリーナさんに会いに行きましょう。アリサお奏者様、よかった、ご無事でしたか。今口まってなかったな。市外にも出られると聞いたので心配していたのですが、鉄鉱山の件ね。そのことで母様と話したいのだけど、戻ってきているかしら。イリーナ会長ですか。ええ、つい先ほど。お取り次ぎいたしましょうか。うん、お願い。はい、ええ、お嬢様が。はい、承知しました。今なら大丈夫だそうです。ただ、それほど時間は割けないとのことですが。ありがとう。ま、時間は取らせないわ。それじゃ23階の会長室に向かいましょう。あ、なんとなくシャロンさんが出迎えてきそうな気が。間違いなさそう。それは間違いないな。来なかったら逆にびっくりだわ。じゃあとりあえず23階に向かいましょう。エレベーター23階に向かうとストーリーが進行し、ルーレ市内で街道などに出られなくなります。他のクエストなども全て終了しますので注意してください。 OK でーす。さて、一応会ってくれるみたいだし、本当に忙しい方だな。いた。お帰りなさいませ、お待ちしておりました。やっぱりか、お約束だね。なるほど、今回も同じようにそちら側につくわけね。少なくともこの装いの時は私はラインフォルト家の使用人でしかありません。会長もお嬢様も大旦那様もどなたも大切な方々ばかりですわ。ありがとう、案内してちょうだい。はい、ではこちらに。どうしなさい。はい、母様、入るわよ。失礼します。昨日は夕食をキャンセルしてすまなかったわね。ただ悪いけれど今夜も難しそうだわ。いえ、それは当然でしょう。あれだけの出来事が起こっている最中ですから。もっとも、忙しそうな割には当然の義務を果たしていないみたいだけど。お嬢様、
弱戦鉄鉱山の鉱員はラインフォルトの人間でもあるわ。そして鉄鉱山を封鎖している両方軍はまるで動こうとはせず、彼らをテロの危機にさらしている。その抗議はログナー校にしたの？グループとしてはまだよ。第一製作所のハイデル取締役は一応要請したみたいだけど。この後に及んでどうしてそんなことを？彼の第一製作所がこの数年莫大な鉄鉱石をどこかに横流ししていたこと、気づいていないとはさすがに言わせないわよ。当然気づいてるわ。コントロールできなかったのは正直私の落ち度でもあるのは確か。でも今回のテロが仕組まれて起こされたことだとするならば、グループとしてログナー校に抗議して何の意味があるのかしら。それは今回の件がどうなろうと然るべき保証は必要でしょう。万が一鉱山が爆破されたりしたら今後の対応も考える必要もある。もはやラインフォルトは世界企業、クロスベル方面も視野に入れた株価対策もする必要があるわね。確かにラインフォルトがくしゃみをしたら凄まじい数の人間が風邪をひきそうだな。そう、 RF グループは RF グループの会長には会長の果たすべき役割がある。両方軍にしても鉄道憲兵隊にしても、極限すればテロリストだって己の役割を果たすべく動いている。それが世の中というもの。それであなたたちは一体どんな役割を果たそうというのかしら。役割、分かったら帰りなさい。おそらく軍需工場以外は市内に被害は及ばないでしょう。いくつか依頼も追加するから、それを今日はこなすといいわ。そしてこんな状況でもあるし、明日の朝にはルーレを立ちなさい。理事として許可します。それはできないわ。だって私はもう同じことを繰り返したくないから。え？今まで私はずっと目を背けてきた。おじい様が会長を追われた時も、父様が亡くなって母様が仕事に没頭し始めた時から、そして母様がグループを途方もなく大きくし続けた間も、でも士官学院に入って世のさまざまな理不尽を知って、それでも私たちは諦めずに少しずつ前に進めたと思う。それがこの半年私たちが手に入れたものだわ。アリサ、そうだね。だから私はもう目をそらさずに言うわ。母様の娘として、家族として、何よりもラインフォルトを幼い頃から見続けた者として、母様、あなたのやり方はやっぱり間違ってるって。お嬢様間違っているというからには当然正しい道を示せるということね。もちろんよ。でもそれを示すには私もまだまだ経験が足りない。だから士官学院卒業までに何らかの道を示すことを誓うわ。いずれ母様の後を継ぐその可能性がある人間として。およそ幼稚で勢いだけの発言だけど、まあ今のあなたが紡げる言葉としては上出来でしょう。母様、シャロン、例のもの。かしこまりました。お嬢様、これをどうぞ。用意してたんじゃん。これは何かのカード？それはカードキーよ。鉄鉱山に通じている非常連絡道への扉を開く。それってそんなものがあるんですか？前代会長が建造したルーレ市から直通している非常用の連絡通路よ。
都市上層にある整備室から地下に降りたところに存在するわ。そこを通れば両方軍の封鎖を越えて鉱山内に侵入できる。お礼は言わないわ。現時点での私が見極めた最善と思える道、それを行動で示してみせる。失礼します、イリーナ会長。今までの実習も生かして必ずや無事に戻ってきます。どうか安心してください。どなたも素晴らしい成長ぶりですね。お嬢様のことも素直に認めて差し上げたらよろしいですのに。まだまだよ。いずれ私の後を継ぐなら覚悟を示してくれないとね。さてと、役者はすべて揃ったわ。娘のこと可愛くて仕方ないんじゃないか。あなたにはもう一働きだけしてもらおうかしら。心得ております。でもとりあえずこれでね、アリサとイリーナ会長のね、わだかまりも少しはほぐれたかな。アリサのエスクラフト、ロゼッタ・アロンがジャジメント・アロンに強化された。よし。その後、俺たちはアークスでアンジェリカ先輩たちと連絡を取り、都市上層の外れにある整備室前に集まるのだった。ここか。まあね、アリザのエスクラフトそもそも威力そんな高くないんだけどもね、パワーアップしたところでそうでもないやっと周りの連中にちょっと追いついたかなってくらいですね。まあそもそも攻撃系のキャラクターじゃなくて、どっちかって言えば補助がメインのキャラクターだからね。くしゃみ出そう。はい、スッキリまさかルーレ氏から鉄鋼山まで直通する連絡道があったとはね。さすがはグエンさん、辛抱遠慮のかな、いいのかな、賜物だろうな。アンゼリカ先輩、グエンさんともお知り合いだったんですね。おじいさまがルーレにいた時は結構気が合ってましたよね。ああ、女性の口説き方やら森バマの作法まで、おっとっと、まあいろいろなたしなみの師匠だね。まったくおじいさまたらって何を教えてんだ。なかなか気が合いそうなじいさまだな。まあその人がいたからこそ、アンも今以上に道を踏み外さなくて進んでるのかもしれないねそれは確かに笑い事じゃないでしょう。つくづくスケールの大きい先輩たちというか。それでどうだい。よし、これで完了だ。これは動力波のアンテナ。工科大学で研究中のものを何とか借りてきたんだ。指向性の動力波を飛ばすことで通信の範囲を広げるもので、アークスの通信機能が鉱山でも使えるようになるね。それって本当ですか。ああ、トアの方でも各方面の状況を調べてくれてるからね。僕はここで指令、中継役として様々な情報を送らせてもらうよ。危険な状況になったら撤退も指示するから従うように。了解しました。でもバックアップの存在は正直助かる。ま、こいつに任せておけば背後の方は問題ねえだろう。よし、そろそろ行こうか。七組の諸君、改めてよろしく頼むよ。アークスにも慣れているから足は引っ張らないつもりだ。こちらこそとても心強いです。態度の妙義、改めて拝見させていただきます。アンゼリカがパーティーに入りました。サポートメンバーが一時的に3名に増えました。よし、ちょっとアンゼリカ先輩を加えた装備をね、少し確認したいと思います。よし、では進めていきます。フィールの代わりにアンゼリカをパーティーに加えました。アンゼリカもね、レベルも高くて各ステスもだいぶ高いので、ぜひね、使っておきたいなと思います。
よし、では行きましょう。敵はいるものの、ほぼほぼ一方通行ですね。じゃあ、行きまーす。フェイント意味なし。さあ、かかってこい。おっしゃ。めんどくせえ。アブラキック。俺の番だ。はい、やって。うわぁ、ちょっと届かない。もういっか。そこだ。はいよ。みんな、大丈夫？まあ、この辺の敵はそんなに。てか、なんでこういうところに魔獣住み着いちゃってるかな。あれ、分かった、取られた。リーンいねー。いや、ちょっとめんどくせえな。ちょっともったいないけども、まあいいや。さあ、みんな先に進もう。やったね。やった。狭い道でな、敵避けるのはやめた方がいいかな。はいはいはい、うそしてもし戦えよってな。よいしょ。あれ、さあ、かか、行くぞ。では、はい、やってはい、素晴らしい。戦闘終了。先に進もう。やったぞ。お、バーストトライ。まだ技覚えた。おう。そういえば、トアが君たちのことをずいぶん心配していたよ。マジっすか。そうですか。ありがたいな。いつもお世話になっていますし、本当に頭が上がりませんね。まったくだ。さて、あ、まだ続くか。まあ、もう結局一方通行だね。結構歩いたけど、どこまで来たんだろう。うん、歩数からすると参道の半分くらいかな。すごいな。そんなことがわかるのか。早く取りたいんですけど。宝箱発見。黒のバースト。お。黒のバーストぜひつけたいな。よし。ほら。完全に今後ろ向いてたもんね。あしゃ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 。宝箱、こんな大したものは入ってなかった。ほっ、無理か。やれやれ、後ろに取られていただけばいいや。いいのかさ、はい、やって。強いね。前の弱点は火。よし、はい、ドン。先に進みましょう。やったね。ノクタンベル全然まだ覚えるじゃねえか。さっきから随分と曲がりくねってやがるな。うん、ひょっとしたら行動を避けて通っているのかもしれない。そうなるとそろそろ到着しそうですね。よし、今のうち。しょうがないか。さあ、始め。俺の番だ。本当にもう。いいのかさ。早く。よしよしよし。戦闘終了。先に進む。はい、ガンガン進みましょう。
おっと、いっぱいだ。じゃあいいや。なんか上がっていくね。そろそろゴールか。ああ、よし、ゴールだな。はしごこれってどうやらここが連絡道の終点みたいだな。あ、相当歩いたし方向的にも間違いなさそうだ。それじゃこの上がテロリストが占拠している鉄鉱山ってわけだね。よし、それじゃあ早速はしごを登っていこう。新槍は私が引き受ける。先頭はクロウ、君が行きたまえ。それからリン君、エリオット君、マキアス君も続くといいだろう。あ、はあ、依存はありませんが。ちっ。お嬢さん方のためにも君を最後にはできないからな。ほら、とっとと上がりたまえ。それって。もう、アンジェリカさん。なんだ、パンツか。で、フィーもあっさり口にしないの。こんな状況で頼もしいというか。でもアンジェリカ先輩が最後でやる必要もないよね。完全に騙されてるな。というか緊張感がなさすぎるぞ。しょうがない、それを求めるのはもう無理だろう。求めるだけまだ緊張感。眼福眼福。アンジェリカさん。冗談だよ。怒った顔も可愛いね。ったく、この女だけは叶いませんね。よし、内側から鍵を開けた。では入ります。さてと、じゃあ詳しい探索はまた後でやるとして、今回ってこんな辺で、ちょっと短いけどもね、続いておこうと思います。さて、じゃあね、鉄鉱山のね、候補たちをなんとか助け出して、ね、テロリストもね、しっかりぶっ潰してやろうと思います。では英雄伝説戦の奇跡実況プレイパート108、最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、まだ見てくれなー。